ナイジェリア代表 MF ビクター・モーゼスが所属クラブであるチェルシーの強さを語っている。ニリス氏イブニングスタンダードが伝えた。うまく機能していると思う。チーム一体となって何が起ころうと団結してベストを尽くしているんだ。周りの人はとやかく言うけど彼らの発言を気にする必要はないと思うよ。批判は選手を強くしてくれる。 悪かった部分を修正していけば、良い試合を戦えるようになると思う。そのためにチームが100%まとまっているんだ。僕たちはまるで兄弟のようだね、ちゃ。ピオンズリーグでローマに負けても、チームとしても個人としても自分たちを信じ続けたんだ。だからマンチェスター、ユンを倒せたんだよ。 周りも僕たちの勝利を褒めてくれたね。僕たちはマンチェスター、シーや他のクラブとも競い合える力を持っている。プレミアリーグで首位のチームとは9ポイント離れているけど、自分自身を信頼していればトップへ近づける道を、見つけることができるはずさ。チェルシーは18日にアウェーでウェストブロムウィッチと対戦する。